今日は1005本をやっていきたいなと思います、はい、ペースは3分30ギリぐらい、25から30ぐらいでやりたいなと思うんですけど、はい、これまでは、30から35とか、まあ、40ギリみたいなので、1005本はずっとやってたので、ちょっと1段上げてみるっていうチャレンジですかね。でやっぱりフルやってみて、その4分の余裕度っていうのがなかったんで、反省をして、来週ハーフマラソン3分50秒で押してみたいなと思います、うん、でそれも初めての体験なんで、もう一段階ちょっと自分のスピードのキャパを上げるっていうのを今日の練習でやり、来週3分50でハーフチャレンジし、4分に対する余裕度っていうのを作っていきたいなと思います、うん、はい、はい、いやすいません、紐がありえない、初めてかも。普通はほどけたらその時点でやめた方がいいと思いますが、今やっちゃいました。ごめん、いきます。そうそう、4本目まで来て、感覚的には思ってたより動いたんで最初の後の感じだと、はい、もっと苦しむかなと思ったんですけど、思ったより動いたんで、最後はあんまりタイム意識せず、はい、気持ちよく自分のリズムで上がれるようにちょっと意識したいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の練習どうでした？そうですね。なんか正直ビヨンド終わってモチベーション下がり、走り込むとかトレーニングちょっと意識的にやるみたいなのから一時的に離れたんで、そうっすよね、やってはいたけどちょっとね、うん、精神的に離れたんで、もうちょっと今日苦しむかなと思いましたけど、うん、思ったより自力残ってくれててよかったなっていうふうに思いました。なるほど。はい。ね、1ヶ月空きましたもんね。そうですね。うん、たくさんラーメン食べてきた。ラーメンね。はい。まずもう言い訳はねないなっていう感じで、はい、単純に力不足だったなと思います、うんうん、で正直結構いけると思ってたんで、はい、その分なんか舐めてたなっていうところを感じましたね、うんうん、で課題としてやっぱキロ4での余裕度っていうのがなかったんで、はい、そこをやっぱ作ってから次回臨みたいなっていうふうに思ってるので、今はそのキロ4に対する余裕度を作るっていうのをちょっと意識してる感じですね、はい。そうですね、まあ、次東京を狙ってるっていうところで、東京でじゃあリベンジするのかでいうと、あの環境、ビヨンドのあの環境でできないことは僕は東京マラソンできないんじゃないかなって思ってるんで、なんかちょっとこうサブエが狙いますわ、今の段階ではちょっと言いにくいなっていうふうに正直思ってますね、うん、ただ、去年のベストタイムは超えられる準備をしてきてる気がするんで、そこは超えたいなっていう感じなんで、まあ、2時間50分から55分の間ぐらいで行けたりするといいのかなと思いますけど、うん、サブエをまだ諦めないよっていうのはあります。ふわっとした。今までだと1ヶ月前にレースペースで30キロやるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今回はそれ外してみてる感じですね。で来週その3週間前なのかなにハーフで3分50ペースでやるって、レースよりちょっと速いペースでハーフをやるっていうのをちょっとチャレンジ、ここ軸にしたいなっていうふうにで、翌週青梅マラソン出ることになったんで、そこで30キロ走で、あそこ登って下るっていうレースなので、はい、まあ、そこはペース意識というより単純に距離を踏むっていうところで、セット練ぐらいの感じでちょっと考えたいなっていうふうに思ってます。でそこから最後どう仕上げていくかはちょっとその時の体調を見ながら考えていくっていうことで、まあ、ラスト1週間ぐらいはちょっとまだあえて白紙にしてる、そんな感じですかね。最後にこれは言っときたいみたいなことありますか？体重を落としたいので、いよいよちょっと精神的に
ラーメン離れしていかないといけないかなというちょっと思ってますね。2月はちょっとラーメン立ちをなんかでもね、それやりすぎてなんか精神的にピリピリしてしょうがないんで、いや別にラーメンやめてピリピリしないかやめろって話だと思うんで、ちょっと控えていきたいなと思います、はい、かっこよく言ってるけどただ甘いだけです甘いのがちょっと厳しくなっただけで、はい、ありがとうございます、はい、練習頑張っていきましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。